はい、どうも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 、皆さんこんばんは。コーチの皆さんこんばんは。本日は、関西ドリーマーゾーンスペシャル2015ロードトゥ武道館カムトゥギャザーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。パーソンズの渡辺です。ですね、今回あのパーソンズ、30周年にして初めて、各地のねアマチュアのバンドの皆さんにお国学徒を務めていただくという企画をやっております。今日ねあのコーチのお国学徒を務めていただくセブンジュリーフィッシュの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。先ほどちょっとお話を伺いまして、ギターとベースがご兄弟で、ボーカルの方とドラムの方がご夫婦とですよね。いいんですよね。間違ってる。なんか違いましたですよね。ということで、さらにですねあの奥様のちょっとお腹が膨れている方だと思いますが、ご会にしてはい、ご参加ありがとうございます。もう大丈夫ですか。あの安定期には入ったので。なるほど。全然大丈夫だと思います。はい。この間ですね小倉で、また女性のベースの方がですね妊娠7ヶ月だったかなでベースを弾いておられまして、大丈夫かなって心配してたんですが、なんか大丈夫大丈夫みたいな、はい、結構安定期に入ると大丈夫そうですね。あ、そうですか。はい、はい、あの、はい、あのね、パーソンズの音楽が体調にいいとそうです、ね、よろしいですね。はい、はい、いいと思います。はい、はい、皆さんはもう長いんですかバンドは。そうですね、もう10年今10年。はい。あ、それはそれは長いですね。主だったレパートリーは、あの大概の曲は全部やってます。あ、え、私たちの、はい、パーソンズの、はい、あ、どうもありがとうございますということで、ということは何でもできちゃうってことですか。大概の曲は。そうですね、大概何でも大体、はい、何でも、はい。最近で言う最近の曲とかもできちゃう。ライブでやるのは若干新しいのあるロデオドライブ。ああ、なるほど。あのドラゴンリリーとか。ああ、そんなところまで。はい、ありがとうございます。もちろんございます。どうも。僕らもですね、もう自分たちの曲すらも覚えてないっていうドラムの人がいたりしてますけど。まあそんなこんなでね、こうやって、僕らの曲をやってくれる方がこう地方にたくさんいらっしゃるということは非常に。私たちもあのバンドマン冥利に尽きるということでございます。今日はですね、短い時間ではありますが、彼らの演奏を楽しんでください。よろしくお願いします。Bye.
素晴らしいギターの彼、音だけじゃないんですね。もういろいろあのニプさんに絡まないようにあまり僕もうそれだけは心配でした。ということでどうでした、楽しみましたか、はい、やばいですね、やばいですか、やばいです、はい、で早く出てきたいみたいな、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと楽屋の方で入れていただいて、はいはい、ということで、セブンジュリーフィッシュの皆さんでした。どうもありがとうございました。大きな大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、機材の点検がございますので少々お待ちください。その後にパーソンさんのステージがございますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。